千夜かなしと言います。管理栄養士をしています。中学校の時の栄養教諭の先生との出会いが、その栄養士やりたいなって思ったきっかけで、で大学で栄養学を学んで、で国家資格を取ったっていう流れですかね。タバコを吸い始めた理由は、恋人からタバコを一本もらったのが一番最初のきっかけですね。最初のタバコはメビウスのオプションパープルの3ミリでした。最初はあれ意外と悪くないぞっていう感じで、もともとタバコに対してちょっと否定的な考えを持ってたんですけど、吸ってみたらこれは案外いいものだなって思ったのを覚えてます。タバコのいいところ、深呼吸ができるところと、あとタバコを吸ってなかったら多分出会えなかっただろうなって人と出会えたところかな。あとは恋人と共通の趣味みたいなものができたのでよかったかなって思ってます。朝と夕方と夜が多いですかね。いい思い出は、恋人が私の家に遊びに来た時にベランダで一緒にタバコを吸えたことがすごく幸せだったことかな。悪い思い出は、妹がうちに遊びに来たんですけど、タバコ吸いたくなっちゃったので、タバコ吸ってくるねって言ったらすごい反応されて、まあまあタバコアンチな妹なのでやめなよっていうのをずっと今も言われてますね。いつまで吸うのって、一生吸うのって言われてて、タバコを好きでいるうちは吸ってたいなって思います。今は好き、今は好き。タバコはまずは一つの良き趣味として楽しんでるっていうのと、あとは人との縁をつないでくれるものかなって思ってます。